皆さんどうもこんにちは。レザーワークス一点です。最近花粉がひどいですよね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。浜松も花粉が多くてですね。花粉症で喉がやられてしまいました。声が枯れてしまって少し聞き取りにくいかもしれないですけど、申し訳ありません。マスクもね、まだまだ全然売っていなくて手に入らない状態ですけども、最近ではティッシュとかトイレットペーパーも、ドラッグストアとかスーパーとかホームセンター行っても売ってないですよね。鼻水がね、止まらないんですけども、ティッシュのストックもなくなりそうで、少し怖いなと感じます。それでは今日は実践解説の方をやっていきたいと思います。内容はですね、ショルダーストラップ、バッグなどのストラップですね、の、作る時のポイント解説になります。今回のストラップの長さ調整がですね、この金具、こき缶とか栓こきとかいう、言われ方をする金具なんですけども、通常のですね、尾状とかバックル、ベルトみたいな感じですね。穴にピンを通して長さ調整をするタイプ、あのタイプではありません。尾状とかバックルで長さ調整をするショルダーストラップはですね、穴の開いてる位置でしか長さが調整できません。で、今回のこの栓こきを使用した、ショルダーストラップはですね、フリーで長さ調整をすることが可能です。こんな感じですね。ナイロンのストラップ、市販のものとかによく使われているものなんですけども、このタイプで革で作っていきます。この栓こきを使用する時の注意点はですね、ここセンターの軸の部分にですね、まずこのストラップ二重に重ねるんですけども、1枚の状態でここに取り付けて、それでナス管とかを通してですね、二重になった状態でここから入ってこっちから出るというような感じになりますので、革がね、かなり、ここに重なって入ってくることになります。なので気をつける点はですね、革の厚さですね。で、この尾状の、幅は規格でね、決まっています。15ミリ、18ミリ、21ミリ、24ミリとか決まっていますので、すいません。で、その幅に応じて、ここのね、ベルトが通る高さというか、厚さの部分、それがね、決まっているんですよね。で、細くなればなるほど、ここの幅が狭くなりますので、厚みを出すことができなくなります。で、こちらがすでに、もう折ってしまっている状態ですね。両側からですね、真ん中に折り返すような感じです。こんな感じですね。で、これを、今からこれも折るんですけども、これをですね、2枚重ねるような感じになります。このような感じですね。片側につき折り返してありますので、外側と内側、この時点ですでに二重構造、それを合わせますので四重構造になりますね。で、四重構造になったものが、ここ1回通、こっちから1回通って入ります。なので、両方で80、さらに真ん中に、止める部分の20もありますので、革の枚数でいうと10枚の革がここを通ることになります。で、このストラップをですね、今回は折り曲げていますけども、折り曲げずにですね、コバ処理で、仕上げるというやり方もありますけど、その場合、条件的にコバ処理ができる素材だったりとか、自動的にある程度のコシがあったりする革になりますよね。そうすると、硬くなりすぎたりとか、コバ処理にもね、時間かかって、仕上がりも、ばらつきがあると思います。なので、こうやって折り返したストラップで、ある程度の薄さで作るという、選択肢を持っておいた方が、いろんな革にね、対応できると思いますので、こういう構造も一つ、やっておいた方がいいと思います。今回はですね、18ミリの微、あの、栓こきに通す予定なので、完成がですね、17ミリぐらい、17ミリから18ミリぐらいの幅に設定しています。で、両側から折って、作るということなので、幅はですね、革の幅は倍ですね、34から35ミリぐらいの幅のもので、折り返して、17ミリから18ミリぐらいの仕上げを目指します。で、厚さがですね、こちら、1枚の状態で0.6から0.7ミリぐらい、それが4枚重なりますので、こちらですね、40でこのように重なってきますので、3ミリ弱ぐらいの、厚さを目指します。で、この構造の場合ですね、3ミリ厚になっても、もともとヌメの3ミリ厚、1枚で3ミリあるものとは異なりですね、だいぶね、こうやってしなやかさがあります。
なので、厚さ、仕上げの厚さの基準というか目安も大事なんですけども、柔らかさとかもね、考慮して、作り方を考えた方がいいと思います。この構造の場合ですね、床面や小場面の露出が一切ありません。なので、こう長年使用していて、このストラップ自体が劣化してしまうっていうことをね、なるべくこう避けたような構造になります。仕上げ方によってはですね、使っているとこの小場面がですね、ボロボロなってきて洋服にカスがついてしまったりとか、まあ、床面1枚の分厚い革で作っているものだと床面の露出がありますので、例えばセーターなど着てこのショルダーストラップを肩にかけた時にですね、その裏側にのザラザラになった部分がですね、セーターとかの繊維とかのに絡んでしまって汚れてしまうということもありますので、そこら辺もね、気をつけた方がいいポイントだと思います。で、今回気をつけるポイントがですね、まずですね、貼り合わせる順番ですね、組み立てる順番、それから接着剤の引き方、貼り合わせるタイミングと、貼り方ですね、あと圧着の仕方、その辺が、きれいに出来上がるかどうかっていうポイントとなりますので、実践、そこら辺をね、実践解説していきたいと思います。ではまず最初にですね、やってしまいがちな、失敗と、それらのリスクについて解説していきます。で、この中心に今線引いてあるんですけども、そこに向かってこのように両側から折るんですね。で、まあ、うちの教室の生徒さんの例で言うとですね、こういうものを貼っていくときにですね、まず接着剤を塗るときに、こちら側から一気に手前まで、向こう側から手前まで一気にね、ボンドを引いてこのように、で、これ両側からこうやって同時にね、折って、さらにですね、こうやって手で押さえながらこのままローラーでこうやって圧着していくっていうね、場合、そういうやり方の場合ですね、かなりね、リスク高いです。で、そのリスクのはですね、それぞれあるんですけども、まず接着剤の引き方ですね、これパーツがね、すごく長いんですよね。1メートル以上あったりする場合もね、あると思います。その時に、一番向こうから手前まで一気に引くということはですね、両方同時に塗って両方同時に乾きますよね。なので貼るタイミングを測るのが難しくなります。で、さらに一番向こうですね、ここボンドをね、たっぷり置いてしまいがちなんですよね。で、端まで塗ろうとすると、こう素早く塗ることができません。ここ端まで塗ろうとするとですね、こうゆっくりここに置いて、でたっぷりになりがちで、このように引くような形になりますので、抜けがあったりとか、量が多くなってしまったりとかっていうのが、こちらの向こう側に置きやすくなります。それから貼り合わせる時のリスクですね、こう貼る時にですね、こうちょっと近くで見せますね、貼る時にですね、こうやって貼るんですけども、こっちの合わせた先端側、こちら側ですね、こちら側はつきやすいんですけども、こっちの折り曲げた側ですね、こちらに空洞ができがちなんですね。空間ができがちで、接着剤の塗ってる量が多かったりとか、貼り合わせるタイミングが早かったりすると、接着とこう指でね、しっかり押さえた状態である程度ちゃんと固定してからローラーで圧着をするんですけども、塗る量が多かったり貼り合わせるタイミングが早かったりするとですね、貼った時は良かったんですけども、ここに空洞、一番手前側に空洞ができていて、ローラーで圧着した時に、まだ乾いていないと、この中心に合わせたはずのものがずれてしまうリスクがあります。この手前側に空洞がある状態で圧着するとずれるリスクがあるんですけども、さらにこれをですね、先ほども言ったように両側から一気にこのように貼って、で一気に圧着しようとすると、合わせた時は、面が合っていたとしてもですね、圧着したタイミングでここがパカッと開いてしまうリスクが増えます。そうするとこの完成の幅が変わってしまいますのでね、後から修正することができません。これがですね、貼る時のボンドの塗り方と貼り合わせる順番のリスクなんですけども、あとさらにですね、圧着するときですね、先ほども言ったようにこの折り曲げたところに空間があって、それをローラーでゴロゴロっと潰そうとするとですね、結構ね、革がね、伸びて波打ってしまうんですよね。出来上がったときにこうピシッとまっすぐなストラップにならずに波打ったりとかねじれたりとかする方結構いるんじゃないでしょうか。その辺もね、圧着の仕方一つで変わってくることなので、気をつけた方がいいと思います。
それでは、実践をしていく前にですね、貼っていく順番ですね。まず手前半分をね、貼っていきます。で、その時に接着剤を塗るのがですね、ここの線よりも手前だけで引こうとすると、先ほども言ったようにですね、ここの線の縁のところにボンドがいっぱいになりがちで、引くボンドを塗るのもね、ゆっくりになってしまいます。なので、最初の半分はですね、この線を超えるぐらいのところから、適当にですね、パッパッパと、線よりも内側からスタートするのはダメです。接着不良を起こしますのでね。必ず線を超えるぐらいの位置から、手前までを正確に引いていきます。同じ厚さで、薄めにですね、同じ厚さで、スピーディーに引いていきます。では、いきますね。まあ、今回もいつものように、三脚とカメラを目の前に置いて挟むような形でやっていますので、ちょっと少しやりにくいですけどね。接着剤の硬さはですね、あまり柔らかめに設定しない方がいいと思います。では、いきます。こんな感じでですね、抜けがなく均等の厚さでですね、半分を超える位置から、接着剤を塗っていきます。1回のヘラに取った量でですね、かなり長い距離塗っているのがわかると思います。これ何度もね、ヘラに取ったりとかすると、ボンド塗りすぎてしまったりとかね、時間が経ちすぎて、接着不良を起こす可能性もありますのでね、素早くいきましょうね。均等の厚さでスピーディーに、こんな感じですね。あ、すいません。はい、それでは今接着剤を塗っちゃった状態ですね。こんな感じ、均等の厚さで塗れているのがわかると思います。で、手に触っても手につかないぐらいの量で塗ってくださいね。それでは半分まで折っていきます。この時にですね、先端側は先ほども言ったようにつきやすいんです。つきやすくて、この手前側ですね、折った側に空間ができやすいです。硬い革であればあるほど、ここに空間ができやすいです。これをね、空間がいっぱいある状態でローラー掛けをしていくと、ずれてしまうリスク、伸びてしまうリスクがありますので、ある程度この折り曲げた状態でですね、手でここの空間を潰してあげておいた方が、いいと思います。じゃあちょっと長いので一回止めますね。はい、それでは、貼ってしまったので圧着をしていきますね。で、圧着するときにですね、ローラーでゴロゴロっとやるんですけども、何も考えずにですね、結構強めに前後ろにゴロゴロっと転がしてしまうと、革がね、まず波打つリスクが高くなります。さらにですね、片側貼って圧着するので、こちら側にこのようにですね、こうやって湾曲してしまう可能性があります。なので、それらのリスクをですね、気をつけて、なるべくね、革に圧着するのは下にだけ力が加わるようにしたいです。前後にこのようにね、やりすぎると波打って、余計な力が加わってしまいますので、必ずね、波打たないように、わかりますかね、まっすぐになってますよね。こんな感じで圧着をしていきます。はい、それでは、反対側の接着剤を塗っていきます。で、今度はですね、もう初めに折ったこの断面のね、面、基準がここにできています。なので、ボンド引くときはですね、ここの断面の面から手前側だけにボンドを塗ればいいので、基準がないよりかはね、だいぶ塗りやすい状態だと思います。すいません、とりあえず最初はタイムラプスじゃなくて普通に行きますね。では行きます。塗りすぎないようにしてくださいね。塗りすぎるとどうしても接着不良を起こしやすいのでね、少ないと、ちゃんとくっつかないんじゃないかって不安になる方もいますけども、ゴムのりの場合ですね、ボンド層が厚くなればなるほど強度が落ちてしまうことがあります。で、たっぷり塗るとですね、柔らかくて貼り合わせるタイミングもね、難しくなりますので、あまりたっぷり塗らないように均等な厚さでスピーディーに行きましょう。はい、こんな感じです。こんな感じですね。で、今度の貼る時のポイントは、もともとある方の面、
こちらの面に合わせて隙間なく貼っていくことですね。同時にやるとね、これ真ん中に隙間が空いてしまった時に修正ができなくなりますので、万が一片側、最初に貼った半分がですね、少しずれていたりしてもですね、この反対側を貼るときに、反対側の面に合わせて隙間なく貼っていけばですね、まっすぐ綺麗なストラップを作ることができます。こんな感じでですね、この両サイドの折り曲げた部分に空間がねないことが、気をつけた方がいいポイントですね。ここに浮きがあるとですね、もう貼った今の時点で浮きがあると、もう接着剤が乾きすぎていてくっつきませんのでね、綺麗な断面ができません。なのでこのようにですね、必ずここの両サイドですね、折り曲げた付近に、浮きがないような状態を作って、ストラップを作るように気をつけてください。このストラップをですね、1枚で作ろうとすると、この表側はいいんですけども、裏側にですね、この真ん中にこのね継ぎ目が来てしまいますので、この構造で作る場合ね、必ず2枚重ねて、継ぎ目が内側に来るようにですね、作った方がいいと思います。今回は、ダレスバッグのショルダーストラップなんですけども、女性用のバッグで、このベルトだけね、あまりこうハードにするわけにはいかないので、このように、40構造にしてしなやかさがあるストラップにしたかったので、この構造にしました。仕上がりの厚さがですね、だいたい3ミリ弱ぐらいを目指す予定だったんですけど、そうですね、約3ミリぐらいですかね。こんな感じですね。普通の硬い革の3ミリに比べたら、だいぶね柔らかいので、実用的に使う時にも、使いやすいストラップかなと思います。こんな感じです。いつもご紹介するのが生徒さんの基準になってしまって申し訳ないんですけども、この構造ね、生徒さんの作っているのを見ると、やはり貼り合わせる順番とか、接着剤を塗る量とか、貼るタイミング、圧着の仕方ですね、その辺のバランスが取れていなくてですね、仕上がりが少しこう粗が出てしまう場合もねありますので、今回ご紹介したポイントなどを注意して、作っていただければと思います。今回の動画撮りながらね、何回もむせてしまって、やり直しをいっぱいしています。聞きにくかったかもしれないですけども、申し訳ありません。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。